情報セキュリティマネジメント試験令和元年秋午前問い11について説明していきます。ステガノグラフィーはどれかというところで、ステガノグラフィーのステガノというところは隠されたという意味で、グラフィーは画風の意味で、つまりステガノグラフィーはデータ隠蔽技術の一つになります。画像ファイルに不正なコードを埋め込んで、見た目はただの画像ファイルなんですけど、画像ファイルの中に不正なコードが埋め込まれているものになります。ですので、この今説明したものと最も合う選択肢は、画像などのデータの中に秘密にしたい情報を他者に気づかれることなく埋め込むというところで、あが正解になります。以上になります。このチャンネルでは、情報処理技術者試験で問われる IT 用語を中心に分かりやすく動画解説しています。これからも解説動画を増やしていきますので、高評価、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。過去動画検索には、マサルの勉強部屋様とコラボ作成しています IT 用語動画辞典をご活用ください。概要欄にリンクを貼っています。ご視聴ありがとうございました。